ミケランジェロ・ティリー1724ミケランジェロ・ティリーは、イタリアの医師、植物学者である。1723年の著書、ピサ植物園の植物一覧で知られる。トスカーナ州フィレンツェ県のカステル・フィオレンティーノで生まれた。医学を学び、1677年に、ピサ大学を卒業した。フィレンツェで医師をした後、1681年から、フィレンツェから、 マヨルカ島やメノルカ島へ航海する船の船位となった。1683年に、オスマン帝国の皇帝、メフメト4世の息子が落馬で負った傷の治療のため、下界のパスクアーリと共に、コンスタンチノープルに派遣された。この木とアルバニアやアドリアのオープル、チュニスに、しばらく滞在し、カルタゴの遺跡を研究し、植物を集めた。1685年に、 ピサ大学の植物学の教授となり、ピサ植物園の園長になった。アジアやアフリカから植物を集め、イタリアで最初に温室を作り、パイナップルやコーヒーを育てた。ピサ植物園は輪廻によって高く評価された。1708年にイギリスの王立協会の会員に選ばれた。パイナップル科の種、プヤピリマンザンなどに懸命されている。ありがとうございます。